もともとモノマネをしてなかったんですよ。はいはいはい、で、まあモノマネ番組出させてもらってからいろいろ作り始めてるんで、うん、まあクオリティがどう考えても皆さんよりもかなり低いんですよ。なのでちょっと自分の中で決めてるのは、うん、5秒以内というか。なるほど。いやいや、5秒以上やらないという。先の祭りじゃないけど。そうですね。だから一言とか、うん、顔とかそういうのが多いんですけど。なるほどなるほど。そこに書いてある金平会長って亀田興毅が元々おって揉めた競泳ジムの会長でしょ。ボクシングの。ちょっとやってくる。さあ続いてはこちらです、はい、モノマネはメイクテクニックで生まれる。いや、これはもう岡本ですよ、はい、他にもですね、モノマネメイクの写真があるので見てみましょう。まずは若槻千夏さんです。若槻千夏さん、こういう顔をよくブログでしてるなって思って、それでさらに見えるんですよ、角度もね、はい、さあ続いては AKB48 の篠田麻里子さんです、うん、うわ、なるほど、似てるね。やっぱ篠田さん、アルバムのジャケットとかでもこういう顔多いなと思って。なるほど、似てる似てる。メイクといえばね、うん、花月さんも得意ですね。そうやん、僕もほとんどメイクですから。大体じゃこの素の状態で出てるっていうことがまずないと思う。じゃあもう写真でちょっと見てもらおう。写真があります。いいですか、うん、まずは新庄剛志さん、うん、見てたんでそっちに向かって見合ってほしい。続いては韓女優のチェジンさん。ああ、なるほど。それはね、それはね、これはね、どうですよ、これ全然違う。いや、これは本人です、そっくり。これは新大久保のキムチ屋のおばさんです。っていう、なんかあるんですか、はい、そう、あ、ポイントですか、はあ、人間だったらできます。人間だったらやろうって言って、人だったら、僕の場合ですよ、会長でしょ、ボクシングの、ちょっとやってくる。さあ続いてはこちらです、はい、モノマネはメイクテクニックで生まれる。いや、これはもう岡本ですよ、はい、他にもですね、モノマネメイクの写真があるので見てみましょう。まずは若槻千夏さんです。これめっちゃ似てる。似てるな。若槻千夏さん、こういう顔をよくブログでしてるなって思って、それでさらに見えるんですよ、角度もね、はい、さあ続いては AKB48 の篠田麻里子さんです、うん、うわ、なるほど、似てるね。やっぱ篠田さん、アルバムのジャケットとかでもこういう顔多いなと思って。なるほど、似てる似てる。メイクといえばね、うん、花月さんも得意ですね。そうやん、僕もほとんどメイクですから。奥さんが見てたんでそっちに向かって見合ってました。続いては韓女優のチェジンさん。ああ、なるほど。それはね、これはね、どうですよ、これ全然違う。いや、これは本人です、そっくり。これはシーって作るよ。もともとモノマネをしてなかったんですよ。はいはいはい。まあモノマネ番組出させてもらってからいろいろ作り始めてるんで、うん、まあクオリティがどう考えても皆さんよりもかなり低いんですよ。なのでちょっと自分の中で決めてるのは5秒以内というか。なるほど。5秒以上5秒
という、先の祭りじゃないけど、そうですね、だから一言とか、うん、あの顔とかそういうのが多いんですけど、なるほどなるほど、あのそこに書いてある、あの金平会長ってあの亀田光輝がもともとおって揉めた共栄ジムの大体がこの素の状態で出てるっていうことがまずないと思う。じゃあもう写真でちょっと見てもらおう。あ、いいですか、うん、まずは新庄剛さん、うん、どうしてネタを作るな、はい、これは五木ひろしさん、これはねもう太陽を見ている、ね、そうですね、あの上を見るのが好きなんですね、五木さんは、五木さんですから、ちょうどあの太陽パッと見た時眩しいじゃないですか、はい、でこうだからこっちから動いて眩し見た時眩しいんで、それで眩しいって言うんです、そうです、わかります、目だからこう来てこう見て太陽を見た瞬間に眩しい、眩しい、そのまま歌っちゃう。あ、そうすると五木さんになるんですか。なるほど。太陽を見ている。太陽を見ている。そうです。眩しい。これちょっと先輩も一回やってみましょうか。あ、ね。あ、太陽を見ます。太陽を見た瞬間に眩しくなればいいです、ね。そうです。目を細くして、はい、目を細くして、上唇と下唇の中にいる。なんだろうな、ちょっと腹が立つな。五木さんからしたらお互い様です。確かにね、いやでもそうやって言うけどね、正解いやでもやっぱ難しい、これ難しいですよ、これはやっぱりコロッケさんの一流の技ですよ、やっぱり、ね、そう聞いてあげると本当にこれはなるほど、失礼ですよね、どうしたらそんなこんなイメージがたくさん出てくるんですか、もうねダメですよ、見てるとどんどん浮かんじゃう、頭の中で浮かんじゃう、平井堅さんなんか自分の背の高さ測ってますからね、歌いながら、えそんなことしてましたっけ、平井堅さんは、何度もってね、いやそういう高さ、いやあれやっぱ動かなみたいな、歌う時にリズムとか力強さじゃないですか、あれは測ったやん、歌いながら自分でさすがに間違えちゃって間違えちゃった、でもそうやって見つけていくんだね、コロッケさんは、そうですね、まあ、さすがにね、そこからイメージが、でもやっぱ当然コロッケさんが、うん、好きだからやらせてもらうっていう姿勢なんですよね、こう、あもちろんじゃないですか、当たり前ですよ、ちゃんとコンサートを見に行ったり、こう DVD も買ったり曲も買ったりして、でその中で聴いてるうちにこう見てるうちにだんだんおかしくなっちゃうね好きやゆえにそう。いろんなものが見えてきちゃうんだね好きな人は見そうなっちゃいますね、見ちゃうからね、いろいろね、ですから、よくないのは最近あっと思ったのが、はい、お子さんたちが本物の方を見る前に僕を見る時がある、そのパターンありますよね、きっとね、そうするとあこの五木さんはロボットじゃないって、なんかこのわけのわからないことに行くわけですよね、ロボットだと思って見てる子供がいるわけですよ、若い子供たちは、子供たちは偉いことになっちゃうね、偉いことになりますね、偉いことになりますよ、森進一さんは恐竜じゃないとかわけわからない本物見て違う人だってなっちゃったらやばいじゃん、だから野口五郎さんなんで鼻ほじらないんだろうとかそら歌の途中に鼻ほじる歌手の人っていないじゃないですかだから本当に悪影響ですよね、コロッケさんの影響力すごいですわ、これは大きいですよ、はい、さあ続いてまいりましょう、続いてはこちらです、残像を真似る、残像、はい、これどういうことですか、ですからこう一生懸命こう見て真似をしようとか顔と声をやろうっていうより、はいはい、一回こう通り過ぎるんですね、はい、でもう一回こう往復でこう来る、はい、で3回目ぐらいそこに残ったものを取り出すんです、え取り出す、はい、ですから例えばその三河さんだったら、はい、こう最初行った時にこう通った時にあちょっと不機嫌なのかな、でもう一回見た時にあ化粧濃いな、はいこうやってパッと見たらうわ派手っていう、そうするとこの3つを僕の中でポン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 と、だからなんですか、皆さんも多分その方の不安でない方は残像を皆さん見てるんですよね、だからそんな感じ、あそう言われるとそうかなとかって思う、でそれを僕はもう必ず自分のモノマネの中には入れるようにしてる、通りすがりが一番いいんですね、
掴むに把握するにはそうですあんまりじっとこう見るわけではなくて、ちゃんと見ないですね。それも失礼ですけどね。いやでもこれはテクニックですよね、コロッケさんの、うん、だからこう残像に残ったものの中で、うん、あの声とか顔とか、はい、どれなのかっていうのを見つけるわけですね。だから皆さんの中で例えばこの桑田佳祐さんの時も「うん」っていうこの「うんうんうん」っていうこの声が残ってるとしたら、その声を最初にやるとか、それにしていくといろいろと。武田鉄矢さんは返事になっちゃったんですよね。返事をする。返事ですね。なんかこう歌ってるところとか、なんでもないとこう、人の話を聞いてる時も、歌う前も、全部返事をしてる。全部なんですか、聞かれてないのに。返事をしてる、ね。その残像が残ってたんですか。僕はもうそれしかないんです。その残像をご自身で作り込んで、はい、どういったところで練習するんですか。そう、鏡を見ながらとか。